佐久間勝豊は、江戸時代前期の大名。品野長沼藩三代藩主。二代藩主、佐久間勝友の長男。寛永19年うるう9月1日、父の死去により8歳で、長沼藩主の家督を相続した。この時弟の将校に3000国を分治したため、以後長沼藩は1万国となった。勝豊の藩主継承にあたり、所領のうちで、 祖父活ゆ来着々と開発を進めてきた、飯綱山登録の日田村村が、幕府直轄領に組み替えられた。これは山の水源の資源をめぐる平坦部の里方村村との、圧力を生じ、漢文7年から4年間にわたる、大規模な山論が争われることになった。遠方6から8年には、領内検知を実施、表高1万国に加えて新たに3,070国の、 造行を打ち出したという。昭法四年六月二日、地震によって破損した江戸城石類の不審の回帰を負担。遠方九年将軍、徳川家綱主巨後には、漢栄時の家綱霊病前に石道路を奉納した。漢文元年十二月二十八日、樹後石旅中神に任官、後に安房主に改めた。人物表としては、遠方三年三十九歳当時の 文部を学ばざれども、再地発明にして弁より、人道に可能減り所業を歩きことなし少々病気たる、ゆえ、世間の務めをこたる、奇険の好み養生とすると言えりという、仏家館長期の記述がある。上京二年へ戸で死去。五十一歳。養子の家事親が後を継いだ。ありがとうございます。